まあまあ歩くだけ運動は本当に歩くだけですね。そうそうそう歩く、うん、結構早めに歩きますね。うん、気持ちがいいね。気持ちがいい手を手をブンブン振りながらね。そうそうそうににそう前後にだけどあんまりウォーキングっぽく見えるとちょっと格好悪くないですか？<laughs> そうねいや私はなんか普通の服でそのまま歩くあの,あの例えば今着てる服で歩くけどこちらの人はでもさなんか 着替えてるのかなすごいなんかジョギングみたいなヨガパンツみたいなやつでしょそうスポーツするぞみたいなファッションで歩いてるよねいやあれなんかトレンドですよねあそうなんだ日本でもそうなの日本はあんまりないかな私そこまでしなくてもと思うけど歩くだけだから今日なんか生徒さんと話してたらアメリカではやっぱりたくさんのまあ女の人たちはヨガパンツをはいて歩くらしいですよそうそう歩いてるよみんな ヨガパンツ履いて、ヨガパンツは私も。なルカさん、どうしてですかもう、ヨガパンツは。いや、必要ないかな必要あるあるかな必要あるって言われても。ヨガパンツ履きたいですけどね。履ききたいかそうですか。え、履いてどうするのヨガするのいや、歩く。ヨガパンツを履いて歩きますよ。歩かないでしょ。ヨガパンツ。 ピッチピチのヨガパンツ履いてピい。ピチピチの、はい、え上は T シャツ上は上もちょっとヨガティーシャツ。何,何、何ヨガティーシャツ。ヨガパンツはいって、ヨガパンツ、はい、後ろから見ないでくださいね。恥ずかしいから。でも前からも見ないでくださいね。恥ずかしいから。どっちなんですかそれ <laughs> どっち。どっちが恥ずかしいと思いますか <laughs> 微妙。 どっちが恥ずかしいと思いますか。<laughs> えー、前。<laughs> 真面目に答えるなんて話じゃない。リコさんすいません。ごめんなさい、皆さん。<laughs> <い>あのー、謝ります。すいません、皆さん。スピード、アイススケートみたいな感じでね。体操。体操かな、新体操。体操。体操。体操あるね。男の人でも結構ピチッとしてますからね。うん、そ,うそうそう。 僕は僕は、ね、ピチピチになるのはちょっと恥ずかしい。<laughs> だから顔はないでしょ。ヨガパンツ。ないでしょ、男のヨガパンツなんて。あ,あるんじゃないあですかヨガパンツ、だって男男,男性だってヨガする人いっぱい今いるから、あるはずですよ、きっと。あ、そうですかいやわかんない。私今、想像で話しています。想像して <laughs> なん ヨガって二つありますよね。一つはそのインドみたいなスタイルですよね。インドのそのなんか白いあのちょっとゆったりした服みたいな。ああなるほど、はい。なんかそういうのだったらあのいいんですけど、はいはい、なんかこうカリフォルニアスタイルのそういうピチッチ。カリフォルニアスタイル。なるほど。なるほど男性だとタンクトップとかですかね。タンクトップなあのあ<ー>もうなんか腰のあたりまで切れてる。 あの腕横から見たらほとんど裸みたいなタンクトップがありますよね。あるあるありますね。あれは着る意味があるの？あれはねサンフランシスコとかだとやっぱ夏に結構多いらしいですよ。あ本当に？はい。生津さんが言ってました。じゃ裸じゃまずいからってこと？裸じゃまずいからちょっと隠すって感じ？あの自分で T シャツ切ったりしてね。嘘嘘本当に？はい。結構結構長めに切ってね。 うん,うんうん。はい、面白いね。頭の後ろでこう手を組んで歩くんです。<笑><笑>すごい想像できたけど。<laughs> 想,像想像しちゃったけど、今日も、はい、え、哲平さんそれしたい。はい、どうですかもちらもちろん。カリフォルニア住んでたらするかな。うん、カリフォルニア住んでたら、もういつもあの。そんな感じで。もうタンクトップ。日焼けした、し日焼けした哲平さん。もうショートパンツはもう、あの。 もう本当に短いショートパンツ履いて、そう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 わかるわかるであのハイソックスされて、ハボールにあの海にいて、そうね、そう。まああの僕のバスタオルはアメリカンフラッグで、アメリカンフラッグのバスタオル。本当にそこまでやる？でも真っ黒に日焼けして、もしかしたら体ムキムキ筋肉マン、ムキムキ筋肉マンオイルを塗ってね。 背中のちょっと届かない部分を誰かに塗ってもらうために。エクスキューズミー、エクスキューズミー、エクスキューズミー。その辺の人に言ってるのそうか。誰かに塗ってもらいたい。エクスキューズミー、エクスキューズミー。カリフォルニアか、マルシア、太陽が。そうか、アイスクリーム食べながら。いいですよ。 本当かな。そう、毎日ビーチに行って、その後、デンティストに行って。そう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 。歯をね、もう。白くする。そう、白くして。体、肌は黒く、歯は白く。うん。どんなイメージ。なんかシュワルツネッカーの昔みたいなイメージですね。あるあるある。あの、シュワルツネッガー。シワちゃん。これね、せつさんに。言ったことありますか、シュワちゃんって。 ないアンヌンド・シュワスネッカーって日本だともう100%シュワちゃんですシュワちゃん。僕のおばあちゃんでもシュワちゃんでかそうですよね。そう。うん。すごい人気者でしたよね、日本でも。そう、シュワちゃん。ね。ああ、シュワちゃんいる。いた。シワちゃんだ。ね。なんかテレビ CM とかにも出てたのかな結構ね、日本で活躍してましたよね。映画だけじゃなかったよね、呼ばれて。シュワちゃんね。だからなんかこんな可愛いシュワちゃんみたいな。シュワちゃん。 じゃあみんな信じられないんだアメリカの人。そえ、なんですかそれアナドシャツネッカーがシュワちゃん。シュワちゃんみたいな。面白いね。シワちゃんがシワちゃんですよ。え、何の話してたっけ。運動で筋肉マン、そう筋肉マンの話。筋肉マン。筋肉マンじゃない運動の話か。ムキムキ筋肉マン。え、テペさん鍛えたいですか体。もう今更って感じかな。シックスパック。 これねあのさっき卵を一つしか食べられないとか言ってたじゃないですかそんな人に筋肉はつけられないと思いますね <laughs> あのねあの筋肉ってやっぱ、うん、たくさんのプロテインを取らないといけない,そ,いです、ね、そのためには強い胃,胃ですねお腹胃が必要で。<laughs> <laughs> 僕胃があんまり強くないから、うん、なんかよく言われてますね。なんか今日ちょっと胃の調子がとかお腹の調子がとかね。そうなんですよね。うん、だからプロテイン、ロインプロテインシェイク飲めないし、あ,<ー>あの本当にあの無理なんですね。プロテインどんな味がするのかもわかりません。飲んだことはありません。実はねスペインに行った時に、うん、いやまあこれちょっとねスペインあの歩くとちょっと危ないエリアとかもあるでしょ。うんうん 奥さんとか子供を守らなければいけないと思ってんとなくあの僕がね奥さんと子供とまと、あ、例えば奥さんが子供のバギーをしてね、うんはい、僕がその隣歩いてるとなんか僕がたまたま隣を歩いてるっていうふうに見えるから <laughs> そ,んなそんなそんなそんなパパお父さん。<laughs>

本当に本当に,、うん、本当に僕が、あのー「えお父さんですか?」とか言われるの <laughs> そんなこと,な,ことはないご夫婦ですかみたいな <laughs> まあまあそれぐらい珍しいコンビネーションですからね、うん、まあそうですねは,、はい、はいはいはいそうそうだからまあ、うん、そうまあやっぱりねちょっとムキムキになって。 ちょっと肩でもね肩でもさんの肩に手を乗せてね「よし私たちファミリーファミリアだぜファミリアフストラファミリア」っていうつもりそういう感じでね歩くためにちょっと筋トレをしようと思って本当にリドルでねちょっとそういうトレーニングのものグッズを買ってプロテインはイギリスからマイプロテイン。 っていう。あるあるある。はい、プロテインを輸入してですね。うんうん。ありますね。最初から気合が入ってます。からわーやるぞ。って感じなんで。もう一キロとか二キロとか。五キロぐらい買ったかな。プロテインのバッグが。最初に買いすぎでしょう。まずそのね、プロテインのバッグが届いて。あの玄関にね、届いて。そのプロテインのバッグを。あの持つだけでも。う腕が痛い。そうそうそう。重す そうやばいそ<う>買い買すぎたリトルじゃないかなその、うん、あ,あれエルコート・イングレスのスポーツスポーツスポーツフロアではい、うん、ダンベルも買ったんですけど、はい、<の>ダンベルも買ったのダンベル買って持っててて持帰る時にもう腕が痛すぎて、うん <laughs> まずねそのダンベルをね運べないいみたうまずそのダンベルを僕の細い腕でキャッシュレジストリレジまで持っていくのが恥ずかしいんですよね。だから実はねなんかねそのダンベルを買うこれからえるんだねお兄さんみたいなそうだから実はねそのダンベルを買う1か月ぐらい前に僕は腕立て伏せを始めてもうある程度腕を大きくしてから。 というそれぐらいですそれぐらいのコンシャスネスでね <laughs> あのそして家に帰ってですねもうその日はもちろん運動はできないんですけど、はい、も腕が痛いから。はい なるほどね。で、まあ、その次の日ぐらいから始めたんですか?。ダンベルを使って、そ何キロぐらいなの?。え、五キロぐらいの。五キロぐらい。まあ、実はまあまあですよね。そんなにすぐ。あ、本当に?。いや、いや。うん。あ、あんまり意味がないと思うよ。男の人だと。本当に。七キロ、十キロぐらいは。でも、それは少しずつ上げていくんじゃないの?。 ね、多分。まあ、そうです、ねそんん。いきなりやったら、なんか本当にもう体壊しそうですよね。そうですね。うん、もうなんか、肘が。肘の骨が出てきそうですからね。<laughs> やばいやばい。そう,そうそう。やばいですよ。うん。<laughs> ええ、そんなことをやってたんだ。そう、そしてプロテインを飲んだんですけど、もうそれからお腹が痛くて痛く。てもっと痩せて、痩せてしまったんですね。そうか、大失敗じゃないですか。失敗。はい、そうか。だから、あれはまずい。はい、もうそのプロテインはもう、近所の。近所の。近所の鳩にありましたよ、ピジョンに。ただ、近所の鳩が、もうみんな、マッチョマン。 マッチョ,マッチョピジョ怖いね、はい、怖いですねそれはそとにかくね、うん、あの無理です無理無理無理じゃあもう今は筋トレをすることもなくまあね,まあ,ねまあ筋トレしなくてもねいいですよ、うん、まあ日本にいたらそんなあのなんか、ま、奥さんを守んなきゃとか全然思う必要ないですからね うん、まあ、むしろ奥さんの方が強そうですから。まあ。そっか、そっか。子供、子供、子供もなんか強そうだから、もう大丈夫ですよ。僕は。はい。あの、た子供に守ってもらいます。いつも、いつも言ってますからね、子供に。う早く。早く。大きくなって、パ、パピーを守ってね。可愛い。そしたら、なんて言うの。うしたら、いいよ。うん、僕は強いからさ。うん。 かわいい。強いです。か愛いね。そっかそっか。んまあまあまあ。ノリコさんみたいなギャングが出てきてね。あ、なんであ、タイの前を通るんじゃないわよ。ろちょろしてんじゃねえ。そうじゃないわよ、みたいな。が出てきてね。お父さんビビった時に。そう。ああ、怖い。 そうでした俺の俺のじゃない僕のパパをいじめるな,な。<laughs> 漫画の <laughs> 漫画のシーンですよね。僕のパパをいじめるな。うわあ可愛い可愛い,かわい,い何をするんだみたいな。<laughs> そうドラゴンボールの孫悟飯みたいないパパをいじめるな。可愛 <laughs> い,い面白いね。うん。まあまあ奈央こさん今日も忙しいんですかこの後。まあまあこの後ね今始まったばっかりですからね。うん今日一日始まったばかり。 てめえさんこれからえ僕はこのあといやそうですね夜はまあまあリラックスしたもんですよ本当にあの今日は本当になんか最近ねバランスがいいあいいですねうんとてもいい大切大切そうそうあの少しレッスンが少なすぎると僕はちょっとかなりあ誰も僕のことを必要としてないもうあの僕はもう。 存在する価値がないとか思ってしまうんですけど、うん、あの忙しすぎるとね、ちょっともうやっぱり疲れちゃう。今ちょうどいい。なるほど。本当に。いいね。うん、そっか、そっか、そっか。のりこさん、どうですか。まあ、私はまだ忙しいかな。まあ、私の中で、うん、あの、まあ、レッスン、多分、鉄平さんの方がよく数してると思うんだけど。 うん、もうね、ごめん、年なんだよね、たくさんレッスンできなくなってきたんですよね、だんだん。あそうですか。本当になんか、うん、まあ、もっとね、前は、なんか一日もう、8、9でも全然ダメだめじゃない、大丈夫だったけど、うん、今もう無理ですね。多分もう、6か5が一番私の体にいいぐらいですね、一日。<ー>うん、いや、でも。そののバランスをうまくこれから調節しないといけないかな。はは、うん、はいはいはい、はいうん、やりすぎると本当に 本当にちょっと疲れが溜まりやすくなりました。はい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 。うん、そんな感じでまあちょっと本当バランスね。私の中でできる範囲のバランスをちょっと作っていかなきゃいけないかな。そうです、ね、そんな感じですね。うん、僕は結構レッスン中の方が落ち着くんですよね。そっか。なん何,何もないなんかその休憩時間がもっと忙しくしちゃうんで。うん まあ確かにね私も空いた時間でね、はい、ポッドキャストとか撮ってるもんね私たちね。とかそうそう時間があるとねちょっと外を、あのー、歩き出したりとかね、うん、多分ねそうそう何か何かを始めるでしょう時間があるとはいはいはい、はい、だからもっと疲れることがなるほどね、はい、まあまあでもいいことですよ充実と言いますねそういうの充実お充実じゃあデンベさん充実してますね 充実いいです、ねねうん、いいです,いいですね、充実というのはなんかこうあ<ー>まあ忙しいけどいいっていう意味ですよねそうそうそう、ね、な,んかなんか楽しいとてもプロダクティブで生産的でなんか意味があることをたくさんして忙しいっていうのが充実してますてう、ねうんうん、そうそう,そうはいそういいこと、はい、いいことそ,、はい、それ目も充血してますよねあははは 目も充血してます。充血というのは目の中がちょっとこう血のなんていうのそう血のなんか赤くなってるんですね。目が赤くなってる。まずそれはよくないことです。充血していえっ何をしたんですか目が充血して。気をつけてください。いいいいいいですね。うん なんかさこあとすぐですかいや30分ちょっと休憩あります今日はまた食べるんですかなんか、まあ、いやコーヒーですね多分コーヒー作りますいいですねコーヒーだけ、はい、コーヒーだけ、はいはいはい、そして何、はい、朝のその時間とかってメールチェックしたりとかそういうことですかいやもうもうチェックは終わったはいじゃあ何コーヒー飲みながら30分30分,30分も多分何もしないですあの多分スマホを見るぐらいですね多分ねスマホで何を見るんですかえ YouTubeYouTube <laughs> YouTube <laughs> でで何を見るんですかコーヒーを飲みながら。えー、何を見るかな多分、うん、まだ決めてない。うん、まだ決めてない。すごい適当。この30分は本当に休憩です。何も仕事はしないと思います。YouTube 見るうんじゃあ、日本語に関係ない YouTube ですよね。いや、日本語に関係ない YouTube ですね、うんえ。韓国ドラマとかうう。多分かんいや、韓国語の私のフォ,ロワーフォローしてる先生か。うん それか、韓国語のアニメ見るかな、うん、あやっぱり、まあ、勉強ですよね。まあ、勉強になってないけどね、見てるだけだから。うんうん、なんか楽しいことします、はい、30分。はい、はい、そうですね、そうですね。あのちょっとリラックスして。<laughs> そうそうそう。で、これからね、一日が始まるから。そうですね、はい、とてもいい。とてもいい。 羨ましい。いつも羨ましい。のりさん、これから素晴らしい一日が始まる。僕はちょっとフェードアウトしてる感じですかね、もう。いや、でももう一日だからやり遂げた感じでしょ。まあ、今日は良かった。本当によかったです。この後も、まあ、夜はポッドキャスト撮ったりして頑張ります。頑張りましょう。じゃあ、また来週ね。はい、また来週。よろしくお願いします。はい、ありがとう。失礼します。バイバイ。